どうもこんばんは、しもやかです。どうもこんばんは、そいそしおゆです。ラジオだぜです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。風邪ひいてらっしゃる、そいさん。 はい。やはり、あれですかね、撮影が終わって、ちょっとやっぱ気が抜けちゃったっていうところがあるのかな少し。そうね。撮影前に、前日にめっちゃ風邪ひいて。はい。で、撮影当日なんか気合かなんかで、治ったのよ。うん、治ったっていうか。治ったのか。押さえつけてるっていうか。治ったのよ。そう、まあまあ薬で鼻水も全然出ず。普通にできたわけだ。うん。うん。で、打ち上げも終わって。はい。帰って。はい。すぐかな。はい。喉が痛くなってきます。ははははは。 <laughs> はい。で、ずっと、咳が出てる状態ですわ。ああ、非常に良くないですね。俺、前も話したと思うけど、<あ>鼻水が後ろに垂れていく、はい、前に出ないと。前に出ずに、後ろになんか喉を伝って垂れてて、そこで炎症を起こす風邪みたいなのをよく引くっぽいのよ。ああ、はい。首公園はい、はい、はい、はい。はいそれで、俺また、なんか、多分、喉に鼻水がポタ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 ,ポタだって、そこ炎症を起こして、で、ここは蒸せるとこで。ああ、はい。 ちょうど気持ち悪いところで、ダメージそこがまた演そう、そこにダメージ与えられて、っしっかり風邪ひいてる状態ですわ。あー、これはこれは。でもよかったですね、撮影終わった後って。まあ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 よかったけど、これがまた厄介でさ、はい、喉スプレーとかがちょうど当たらんとこというか、おおーおーおーどこちょうどギリ気管。もっと奥の方なんや、喉気管に入るか入らんかの手前ぐらいのとこ。 それは言われたのそうやって。そこが。言われてないけどわかるやん。わかるか自分で。5本5本した時だけ、5本5本した時だけタンがパッって前に出るけど、その唾飲もうとしてもそこはなんか届かないみたいな。えぇ、ー、なんか自信になったら死にそうだね、それ。死ぬんかな自信に,、まあ、になったら誰でも死ぬやろ。<laughs> だから、今回もね、ちょっとム,ムズムズしながら喋ることになりますけども。ああ、なるほど、ね。応用していただきたい。そうですか。はい。あのー、見た、はい、何を先週約束してたやん。 あ、そう、赤ずきんもなんちゃらかんちゃらっていう、福田監督の、あれをお互い見てこよう、みたいな。いや、申し訳ない。ちょっとあの、まだ見れてないんですよ。すごいすいません。今,今回のために俺頑張ったで。見たんですか ?10 分ぐらい。10分 <laughs> !10 分じゃ午前中に、今日の午前中に見ればいいやと思って。2>, はい、2時間ぐらいやんか、はい、映画やから。はいはいはい。 だから朝見りゃいいやと思ってつけたのよ。はい。そうしたら、冒頭、もう5分、10分くらいかな。はい。赤ずきんちゃんがいて、はじめとんない演じる赤ずきんがいて、はい、その人がなんか街に出ると。おはい。で、街に行く道の通りすがりに原っぱ、森かな。うん,う,んうん。まあ森の中で、おばあさんと出会うの。窓の、はい。はい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 。その上で掛け合いが始まるわけ。おー。楽しい掛け合いだ掛け合い数分でもう、地獄や。ははははは。 <laughs> なんなんやろうな、あれ。言語化すんのがむずいというか。なんであんなイラつくんやろな。早いなあの、わざとらしい俳優のコントというか、なんか、やりとり。はそんな早くからもうそれがあんのあんねん。はいやいや、なかなかきついぞ。なんであんなムカつくんやろうな、あの、急に。でも、橋本カンナなんだろでも、やってる、出てるのは,は。じゃあね、橋本カンナは、多分、好きっていう。うん。 そののがあるから、うん、アドバンテージでそんなにムカつかへんの。うん,う,んうん。ちょっと変やで、もちろん。うん,うん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 。もちろん、うわうわうわっていうノリではあるけど、うんうんうん。でも、その相方というか、魔女。魔女、はい。誰よ見たことのある女優さん、おばあさん。ああ、おばあさんの女優さん、なるほど。おばあさん女優で、あのー、普段そんなムカつく人とかじゃない。はい。映画に出てきてもきっちりした芝居する人やあ、はいはいはい。あかんなははははは。<laughs> なんか、舞台俳優っぽいというか、舞台でやる分にはいいんでしょうけど、みたいな。体を大きく使ってボケ。さぞ台本にはないけど、アドリブで出しましたみたいな演技をしつつ。あざとらしいというか、体をと舞台を大きく使って、激しく突っ込んだりボケたり。いや、コントとかであんなん見ても、 コントとかと何が違うんやろうと思って。ま、あだったらでも演劇系のコントってもあるやんか、売れろとか。うん。いや、ああいうのは全然。シックスとかもあるやんか。うん。まあんまあれでイラつきを感じたことないけど。うん。うん、そうやね。なんやろ、脚本か脚本。ちっちゃいボケに対して大きく演技するから腹立つんかな。<laughs> お<ー> <laughs> どうしたら脚本を書いてるのは監督なんだ、福田監督なんだが。そうなんかなわからんけど。どっちにしろ福田組と言われる、いわゆるね。うん,うん,うん、うん やめちゃったわけ見るのじゃあ。そう、ちょっと止めて。うん、ちょっと違うことしてるから一回休憩って思ってたらもうこの時間ですわ。<laughs> なかなかね、続きを見ようっていう気にならなくて。申し訳ないなと思いつつ。いや、僕はもう全然まだ全見,見れてないんで。また自習までに頑張ってみよう。うん、見よう来週こそ見ていきますんで、そさんそんなにきつくないと思うね。ほんとわからん。まだ冒頭10分の感想としてはまだ全然。映画館とか、はい。絶対に見ろっていう環境やったら見れたと思う、まだ。 ああ、おーな,るなるほど、なるほど。ま、ストップしてもいいかなっていう。まあ、ちょっと一回休憩っていう甘えが出てしまっただけかもしれん。あ、じゃあじゃあ普通に気合い入れて、よし、見るぞってなったら、最後までそのまま見れそうなぐらいのテンションではあるってことや。うーん、おそらくシモエカも見てへんやろうしなっていう、なんか。<laughs> なるほど、いろんな要素があったのかもしれん。うん。<laughs> ま、ご存知の通り見てないわけだから。いや、俺もでも見るわ。今度は見る。今度ばかりは見る。最後まで見るそりゃそうだろ。<laughs> じゃあ俺も最後まで頑張る。そりゃそうだろう、十分。最後まで見ると約束してなかったやん。あ、まあ、してなかったね、最後まで見ると約束は <laughs>、うん。だからそこでの甘えが出ちゃったらもう一気にズルズルやられる。まあ、いっかというか。そうやな。だって決して見たい内容ではないし。確かに確かに。好きなノリではないんやん確かに確かに、別に。 楽しいから見てるわけじゃないもんな。頑張って見るっていう、こういうジャンルだもんな。うんうん、じゃあ頑張って最後まで見ようだから、お互い。うん。次は。すまんすまん。みんなちょっと見てくれた人はすまん。いや、見てくれた人は来週を楽しみに、じゃあ、その来週の時にあの書いてくれればいいから。い,いや、申し訳ないお。お便りももらっとくもう。来週見てくることを想定し。もらっとく、もらっとくか。<laughs> もらってくと、おくということは見なきゃいけないということだから <laughs>。そうやな。 まあそれぐらい稼いを自分たちにね、儲<ー>けないとなかなか乗り越えるのは大変かもしれない。そうね、そうね。うま正直、橋館の冒頭からちょっと、んっと思ってた。おはや、始まり方。一人芝居というか、橋館の、なんか楽しそうに街に繰り出す。 シーンがあんのよ。楽しそうに散歩してるというか、行<あ>くシーン。はい、ナレーションに合わせて。はい、もう別に普通のシーン。うん、なんかもう、ナレーションに合わせて演技やってるな、みたいな。はい、その一流の演技ではないなっていう。<laughs> <laughs> 感じは正直してた、最初から。あ,あ、その時点でちょっと気になってる部分はあったんだ。うん。俺、カンそんな好きじゃないねんけど。じゃあ、お前の、うん、お前よりアドバンテージないじゃん、よく考えたら。そう。まあ、可愛いから許すかというか。うん、あんまカンに対して可愛いっていう感じは思ってないから、まずいな。まず、ちょっと結構厳しいと思うぞ。あ<ー>耐えれへんかも。耐えれないのマジマジだって俺、掛け合い、マジが耐えれへんかってんだよ。お前両方耐えれへんわけ <laughs> いや、わかんない。魔女のおばあちゃんの方がめっちゃ好きで。魔女のおばあちゃんの方のアドバンテージでいけるかもしれん。<ー>もしかしたら。酒とか入ったらいけるかな。余計我慢できへんかも <laughs> <laughs> 一生それが続くわけないでよ。でも、とりあえずは。でも一生それが続いていったら、うん。耐えれるやん、逆に慣れていって。ああ、そうね。うん。だからヒートアップしないというか、シリアスシーンで急にボケるとかがなければ。耐はははははは。耐えれる。ああ、いや、でもあった待った、見る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 見よ見,よ見,よ見よ見よ。たぶん、この愚痴喋ってる方が長いもんな、本編り <laughs> いや、みんなも見てくれるみんなも我慢して見てくれるわけだから。ついなぁ。今週も忙しいねんで。<laughs> まあ、ね、2時間ぐらいあるやろ、時間は <laughs>。そんなもんですかね。はぁ、あ。え、今週1週間 1> まあまあ、風邪ひいてたしな。今日の出来事やけど、今週1週間っていうか。まあまあまあで。映画のことしかやってへんもん。まあまあまあな。まあな。あもうなんかもうやることがいっぱいありすぎて。あ、あのさ。はい。まあ、ちょっと話変わんねんけどさ。はい。まあ、映画の話っちゃ映画の話だけど、映画の話でもないねんけど。はい。 映画のパンフレットを作るってなったよ。はい。で、パンフレット担当の人と、なんていうの、監督全員と、うんうんうん。 その、グループチャットみたいな部屋作ったやん。いはい。お願いします。やり取りをしてああ、はい、はい。で、こうこう、こういうのが欲しいですって、シモさんが言って、一、うん、週間でくださいって急に言われて、うん、俺と竹内大慌てで、無理です、無理ですと。うんうん、そんな一週間前監督無理に決まってるでしょ、みたいな。うん,う,んうん。そしたらなんか、その、パンフレット担当の方が、うん。なんでシモさん言わないんですかあの時点で。<laughs> 怒ってはったやん。怒ってはったな。 お前めっちゃ怒られてんねんな、スタッフに。あその言い方映画のスタッフの方でもあるわけや。お前のね。もちろんもちろん。ろんうん。お前めっちゃ怒られてんねんな。俺めっちゃ怒られてるで。情けなと思って。笑っちゃった。<laughs> <laughs> 舐められてんな、お前。舐められてるよ。カリスマのかけらもないやん。舐めら、いや、舐められてるカリスマやから。舐められの方のカリスマが出てるから。<laughs> まあ、そんなんないで、舐められのカリスマって。お前カリスマ出せって言うけど俺体調崩して、倒れてみんなに看病してもらったんだぞ。カリスマが出せるかよ。なんだこいつはだろう、だ普すに。さ ダサほんまに直せよ、カリスマなら。直<せ>だって俺風めっちゃ風邪引いてたのに次、ちゃんと本番で直してきて。直せないね。急に倒れたから。風邪とかじゃない、ね。倒れんなよ。倒れてん。それはもうしょうがなくない人間の体のやつだから。いや、気力よ、気力。気力ってお前 <laughs> お前昭和の監督かよ、ずーっと。お前の気力に付き合わされて、スタッフヘロヘロだったけど、お前の。でも誰一人文句言わんかったやろ。<laughs> おお無駄だなと思ってるんだろうな、も言っても。カリスマやからやねん。カリスマやからなのか、それは。カリスマやから、何一つもついていく、来てくれんねん、カリスマに。うーだから、しもやかも悪いけど、スタッフも悪いなと思って。うん、なんで怒んなよ、人前で,で <laughs> し。しもやかが恥ずかしいやん。<laughs> <laughs> 恥かかせてる。<laughs> いやそんな気にし、<laughs> 俺に恥をかかせやがってなんて思ってないけど <laughs>。<laughs> お前、俺、そんなことよりさ、そんなことより、うん、まあ、それ、まあ、それもそうやけどさ、一週間でページ、二ページでそんなに無理か <laughs> マジで。そんなにない時間。だってみんな編集かけようやで、今。ああ、まあまあそうやけど。お前、だって人に編集任せてる。任せる任せる。俺は編集やってるし、他の鬼山田さんとかも自分で編集や。ううん。で、もうすぐ監督官の試写会があると。うん<ー>。そん中で急にタスク増えて、無理かって。いやもうん、そうやバチバチに被ってるとこでいやいや。そんなって思っちゃったんだけど、みんな結構やれなんで忙しいんだね、やっぱりじゃあ。いやし、お前やることって、まず、しかもなんか、 インタビューに答えてくださいとかじゃないやん。自分のページをどんなページにするかをまず考えて送ってくださいと。で、それに、で、詰め合わせしながら、やり取りして打ち合わせをしながら内容も送ってください。これを一週間でやってくださいよ。無茶ややて、うん。え、そうなんや。皆さんお仕事の中やで、しかも。<laughs> ま、ちょっと、あの、発達障害だから人の予定のや、立て方とかよく合わなかったけど。で、怒られて、今なおそれを不思議に思ってたんやった、と思ってる思ってる。ちゃうねもう、しかも怒られてんのが問題っそこちゃうねんな。なんでもっと早く共有してないんですかってことを怒られてて、お前。で、前に会議したんやろ、お前。じゃあ、ま、あれ会議したけど、会議は別にそんな早くなかったから、別に。あれも2、二、二日ぐらい前だぜ。二日ぐらい前に会議して。一週間に対する二日は、大事な二日、うん、<laughs> 締め切り一週間、9日あるうちの二日を無駄に潰したわけよお前は。<laughs> いや、あれは違うね。無駄にっていうか、まあまあまあ、無駄に、なって結果的に無駄になったけど、なんかサンプルができてからの方がいいかなと思って、<laughs> みんなにこう、こんな感じだよっていう。映画の話するとまたお前も怒られるで。映画の話をしたことによってまたお前も怒られるから。知らん。<laughs> 何なんなん映画の話して怒るって。わいわいキャッキャやってるように思うから、入れないから悔しいみたいなことうん、とかなのかなまあでも、<laughs> 怒ってる人ってちょっと、お前の全部を知りたいみたいなとこあるやん。<laughs> 俺らに操られろよ、みたいな。ちょっと、所有欲みたいなの持ってる人多いると思う。<ー>そう、そうなん。だから怒って、多いコントロールしたいみたいな、思ってる人、やっぱりいると思う。 多くはないとしても、ちょっとはいると思う。そういう人たちは他で映画やってるって聞いたらやっぱり怒っちゃうんやと思う。ああ、なるほどね。それ以外に怒ってる人もいるよ、もちろん。だって、お前が実家でさ、ワイワイやってるのに対しては怒らへんやん。その話してもさ、登場人物知らんねんけどって言わんやん。確かに。俺の家族の話とか。確かに。やっぱそういうとこがあるんじゃないあ言ってくれよ、みんなさ、そうやって、素直に。なあ。あとお前が、なんか、 お前必要以上にかばうからっていうのもあるよ。かばうっていうか、別に悪口を言うこと、隠そうとするから。隠そうとするっていうか、言うようなことが特にないだけだって。言ってお前もう焼肉監督の、焼肉詐欺師のことしか言ってないやんけ。ええ俺でもパンフレットには全員の悪口書こうと思ってるね。ははははは。 どんなパンフレットやねん全日本歩き書いてあるパンフレットって。だからパンフレットに今追われてますよ。すいませんね。でも編集も結構落ち着いた感じで。うん、いや、ちょっといろいろ悩んだりして。悩んだりして。どうでも自分の演技についてなんか落ち込んでたやん。ツイッターでちょっと俺の演技は何なんだみたいな。まあでも、正直あの、最初に並べた時ってうん、うん、ノイズ込みで、なんてぶつ切りでさ、音声がさ、続くからさ、余計に目立つのよ。なるほど。演技がぶつぶつ感が。うん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 。ブツブツあーいってこう言ってて、まあそれを整理していったら、まあまたでもひどいな。 <laughs> ひどいひどい。ま、あでもメインで喋るのがそういうじゃないわけだから。そう、俺は主役じゃないから。うん。まあ、でもなかなかひどい。マ、ま、ジ変わってほしいわ。他の人に。<laughs> でも今変われないし。<laughs> リリー・フランキーにやってほしい。リリー・フランキーなんだ、あそこのポジションは。うん、うん、吉田光太郎じゃなくて。吉田光太郎でもいい。吉田光太郎かリリー・フランキーやったんや、あそこのポジションは。松坂通りでもいいや。松坂通りで、全然違うけど、リリー・フランキーと松坂通りは。渋いお兄さんやってくれるや。うん。松坂通り何でもできるから。それ言ったら俺浜田学が良かったわ、俺のポジション浜田学にやらせんの、<laughs> お前。俺のポジション浜田学が良かったわ、マジで。 釣りバカやん。釣りバカじゃん。そ二代目やん、ただの。<laughs> ただの二代目釣りバカやんか。<laughs> 浜田学は別に俺、俺の中で釣りバカの人じゃないから。何の人え、なんか、伊坂光太郎の映画のよく出てる人。あー、はい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 、はい。あの系、あの系、あの系の浜田学がいいね。女優誰イメージやった女優さん、女優はもう堀北真希よ。あー、そんな感じ出てたな。俺2秒くらいの動画。多分、もう出てるか。 え、まだでしょ、ま、土曜日だから明日,か明日でしょうん。明日みんなにお披露目になると思うけど、お顔を拝見させていただきましたけど。あ、ヒロインの方もね。うん。うん、確かに、その映画全体を通してどんな格好してるか知らんけど、その4秒の間の格好うんうんうん。は確かに堀北真希を、に求めてることはあってこれやなっていうのがわかるわ。で、浜田学やったら俺のポジションはやっぱり。浜田学やったな。<laughs> だろ <laughs> だろうん、俺の4秒見てないか。お前の4秒だけ見てないまだ。他の人の4秒は大体みんな見た。みんなの4秒見た。うん、俺はね、 女優さんのイメージは、岸井ゆきのさんや。あははははは。そうなんや。松坂桃李と岸井ゆきの映画やったんだよあれ。うん。あなるほどね。イメージね。イぬるやっとしてることはちょっとわかるな。なんか。でも求めてるもん全部やってくれた。岸井ゆきのをやってくれたね。うん、そうね。あの、確かになんか、うん、イメージは確かに確かに天才女優だ天才女優だな、ほんまに。うちの天才女優がもう、<laughs> バチコンは,はめに来てくれたから。言うことないわ。いや、俺のとこもそうなんだ俺のとこもそうやねんけど、あの、ヒロインの人、演技上手いやん。 お前のとこも。おうんうんうん。それの対比で、より演技がクソに見えるというか、自分の。マジかっていう。<laughs> やんな。まあ、や,やん,なん、ね、ヒロインが上手いせいで、おぉ、こうじゃなかったんだけどな、みたいなやつが、よりこう際立って。じゃヒロインは演技上手くない方がよかった。いや、でも上手くないとおかしい。両方とも減ったっていう、わけわからない映画になっちゃうから。<laughs> <laughs> どっちかは上手い方がいいねんけど、もちろん。もちろんどっちかが上手い方が見れられるんだけど。どっちも上手いのが理想。だ、浜田学と、これ来たやね。いや、女優さんは別に今の女優さん,でいいん。あ、そう、女優さん今のわけでいいけど、俺は浜田学やね。俺は浜田学や、ね だって浜田学じゃななかかっったたんだよな <laughs> 俺通りがよかったお前、あれ、通りくん君だったらめちゃくちゃかっこいいや、ね、め俺もちょっと撮影現場に行かせてもらって、見たけど、それさ、うん、その何やってるか見たけど、あれ、松坂通りだったら俺、うん、めっちゃ好きな映画や。松坂通りにしてくれ、あれ、今から。かっこよすぎるわ。合成できないのか、なんか編集でうまいことを当てはめるやろ。あの、白抜きかなんかでやった松坂通りをさ、こう持ってきてさ。ちょできたとしても、うん、結局問題は顔じゃなくて、<laughs> 演技なのよ。<laughs> かお前の演技が乗っちゃうのか、まさか通りの顔に。俺、ラブストーリーじゃないから、顔は別にどうでもいいのよ。その、おじさんで。うん。見て、松坂通りで見てえな。お前、森山未来の友達なんだから、なんかそのせいでギリギリいけそうやんか。てか、森山未来くんやってくれへんかな。<laughs> <laughs> 森山未来。小学校の時、何々小学校で一緒だったものですけど。お願いしますって言って来てくれるわけないやうん。同級生何人いると思ってるの <laughs> いやー、こく悔しいところあるよな、本当に、本当に。まあでも雰囲気を伝えるってことでね、今回は。そうですね。まあ本当に長いね、うん、予告も出ますんでね。まあまあ、ラジオの次日、土曜日ですか土曜日には、予告はい、はい、4秒予告が出るということで、ようやく皆さんに、ね。で、明日チケット販売か。ああ、そうですね。明日チケット販売で。20時より。20時より一斉に。先着順でなんか前から埋まっていくっていうシステムらしいんで。うん。あのー、ラジオのお便りでもさ、はい。速感するみたいなお便り来てたやん。あー、来てましたね。そんなわけない。なあ、ほなって。 そ、そっかはないとは言いつつ、はい、やっぱり、早めに売り切れた方がこっち安心するで。そうですね、そうですね。埋まっていってほしいんで。えー、初日で、十、えー、10席しか売れませんでしたやったら、<laughs> もうこっちはもう、冷や汗しか流れないんで。<laughs> そうですね。 あの、そ感はないとはいつ早めに、皆さん。はい急ぎ目で買っていただけると助かります。助かります。よろしくお願いいたしますね。よろしくお願いします。まあ、映像を見てから決めてもらってもいいしね。その予告編4秒。ちょっと短めの映像ですけど、雰囲気が伝わると思うので、その雰囲気見てもらってあれで何分かるまあ、ほぼ分かんないけど。<laughs> ほぼ分かんないよ、確かに。はい、しかほぼわかんない。相当短かったな。ちょ、ちょっと短かったな。なんで、うっせぇば分かるだろでもあれでも。なんか、な、ま、んとなく。ま、あでも、ザ、分からんか。<laughs> 分からんか。全然分からんと思う。んだ 俺とかはけ、俺らは話を知ってるから、みんなの。こんな話だろっての、大体ああ、そうなんうん、知ってる。俺全然分かってない。俺知らんな。ロマニウさんのやつも知ってるし、タケチのやつも知ってるし、ああお前のやつも大体知ってるし。ああうん。うん、まあ、エンブさんとコウノスケくんは分かんない。鬼山田さんのやつは当然当たり前に出たから知ってるし。うん。 俺全然分からんままやだから。お前のも全然分からん。でも分からんけどさ、あの4秒のさ、映像だけでさ、なんかみんな今回の映画さすごいなっていうのちょっと伝わるよね。なんか熱量というか、うわってなるよね。熱量ってさ、うん。映像から伝わるもんなん分かんないけど。ちゃんとやってる感もしれ豊かじゃないかもしれん。なんか、うわ、結構みんな、ガチだなっていう。いや、まあ、その、今みんな見てないから、うん。あれやけど、うん、俺、竹チのその、チームで頑張ってますっていう熱量に対して映像はひどいぞ。竹 <laughs> チの映像、そのひどい。ひどかったわ、走ってる映像じゃなかった。<laughs> なんか、スキップしてる映像、ただワンカットで。あーでもそれが全部じゃないだろ <laughs>。やけど、その熱量は伝わらないのろ、あそこから。 なんか太った豚がさ、スキップしてる映像から伝わらんて熱量は。<laughs> も俺もワンカットやし、うん、お前だけでなんかカット割りしてるところちゃんと使ってんの。あ、そうなんや。お前のはでもちゃんと作ろうとしてんなっていうのはわかるカット割りしてるから。<laughs> 買ってくれ、みんな。とりあえず。で、明日を楽しみにしないでくれ、その映像。その映像判断基準にせんといてくれ。<laughs> こんなもんじゃないんだぞってことあ。いや、も、ま、う、あ、こんなもんじゃないんだぜし、何も伝わらん正直。<laughs> これで買おうと思うほど何かが伝わることはないと思う。<laughs> 本ちゃんの予告いつ出すんだっけ言ってたっけ本ちゃんの予告というか、もうちょっと長めの予告。僕は、今月、ま、え来月末ぐらいか。10月末ぐらい。 には、出せたらいいな、みたいな話やったと思う。ま、あそれで判断してもらっても、ま、あ多分チケットはまだあるだろうしね。まあね。うん。ればいいけどな、俺らは。俺らはな。その頃俺らはな。うん、<laughs> すぐ言いたいけどな、完売しちゃいましたってもうなんか、一週間ぐらいに、うるちゃん、ちゃんと完売しましたいえいえ、ありがとうみんな、みたいな。うん。俺おかしいな。そっかにすると思ってなかったのにな。<laughs> あれれ、ね、って言いたいよな。言いたい言いたい。<laughs> 絶対言えへんやろうな。<laughs> <laughs> なんかもう、俺もう1時間後ぐらいに言いたい。俺無くなっちゃいました。<laughs> 速乾するわけないって言ってごめんって謝りたいもんな。<laughs> 本当だろうな。<laughs> んと謝りて <laughs> そんなことはないだろうな <laughs>。<laughs> スタッフの方ってさ、めっちゃ前のめに来てくれるやん。なんかめっちゃ好きでいてくれてるやんか。言ったら、<ん>普段の活動とか。ああ、まあそう、当たり前、まあ協力してくれるってことは当然そうやもんな、まあ。なんて言ったら、うん、人気者として接してくれるやん。ちょっと。とかあるやん。だから、速感するんじゃないかの心配がすごいよな。そう。絶対売れますよって言うねん。で、それで勘違いしたら、あかんで俺ら。<laughs> 俺らはその、そんなことないんだぞっていう。彼らが特別なんだよ。うん、スタッフ映画に協力してくれる人は特別なんだよっていう気持ちをやっぱり持って、かないと。うん そうそう。るあと、お前の現場が一番俺のことを人気者として扱ってくれんだけど。まあ、俺がまず扱ってるから、ね、<laughs> お前を人気者として。<laughs> お前の現場が一番俺をよしよしてくれ、チヤホやしてくれる。お前のとこだけ。すごいやろうちのジム立ててくれ方が。お前大人だからみんな大人。まあ、そういうとなんか他のころが良くなかったみたいな言い方になっちゃって角が立つけど。<laughs> いやー、お前のスタッフ終わってんな、ほんま。おいおいおい。何勘弁してくれよ。立てろよな。スターを。終わってるわけスターやねんから。終わってるんじゃなくて俺のことを舐めてるだけな。な <laughs> めんだよな。 監督としてメガホンを取るぞって言って <laughs> さ自分から来てんのに。<laughs> 勝手にがっかりしてさ。やっぱすごいね。俺あの、子供、俺なんか子供と遊べる時でもそうやけど、必ずしいつの間にかしたいなって子供とかにもすごい舐められるから。子供と遊ぶって何あ、な実家に帰った時あるやんか。いいうん、うん。実家に帰ったらなんか謎の親戚来てるやん。ああ、はいはいはい,はい、はい。謎の親戚とかいるやんか。謎の親戚とかとで、子供とかもいるやん。それはでもお前、かずき兄ちゃんなわけやん。<laughs> 確かに。しもやかとしてはやっぱりスターなわけやから。<laughs> <laughs> 人気者のとこに僕よかったら参加できませんかやりづらいは立てられたらな、逆に。なんか、島岡さんは、みたいな、さすがですね、みたいな感じだったら、ちょっとやりづらいわ。やれよ、てか。<laughs> やりづらい、って <laughs> お前のところはお前のことを舐めてるしな。舐めてないよ。え、ね、でも、逆に、ジョガンドクとかなんか、くケラケラ笑ってたね。ジョガンドクあれ、変やねん、一人だけ。<laughs> 一人だけノリ違うね <laughs> あいつ。<laughs> そんなこと言うなよ。ま、あでもノリが違うって別に悪口じゃないやん。悪口で終わるだろ <laughs> ま、あそうやったわ。<laughs> お前乗り違うんだよな<か>って言われたら傷つくだろ。<laughs> ごめん。いや、許せんな、やっぱお前んとこのスタッフ。お前だけが俺に、俺のこと尊敬してくれてるからな。<laughs> うん。人前でさ、怒る監督のこと。なん <laughs> でなんですか <laughs> そこ、だって怒って何の意味があるしばら恥かくだけよ。<laughs> こいつ、連携取れてなかったよなって。<laughs> そんな自分のメンツの方が大事ですかおいおい、勘弁してくれよ。てか、俺もパンフレットでお世話になるんや、その人。<laughs> そうだろう。で、島岡さん、一週間どうでした あ、僕の一週間ですかはい。何もなかったですけど、な、なんだろう何もなかったな、本当に。本当に何もなかったけど、どうしよう。あ、そう、あの、車があるじゃん、俺。うん。車。俺、車の点検をさ、サボってたの。なんか、約束したけど行かなかったの。ばっくれたの。はい,は,いは,いはい、はい、はい。めんどくさくて。うん。そしたら、あの、電話かかってきて。うん。で、嫌だから電話出てなかったの。うん。ずっとその電話を無視し続けてたわけ。うん,うん。そしたら、昨日、一昨日か、一昨日しばらくぶりに電話かかってきて、俺忘れ、すっかりその電話番号忘れてるから、なんだこの番号と思って出ちゃったの。あー、なるほどね。うん、そしたらその、車のその担当の人で。うん。うわ、よかった、やっとつながった。 みたいなああ。はいはいはい。あ、はい、すいません、みたいなことを言ったら、ちょっとま、向こうもチクリと言ってくるやんか。あの、予約しされてたけど来なかったですけど、そんなにお忙しかったですかみたいな。あ,あ、はいはい。うん、これなぜこんなことを言ってくるかって言うと、俺がこの予約をしたのにバクれるのがもう2回目だからなんやけど。<laughs> <laughs> なんかお前に怒るなっていうのも無理あるな。<laughs> なんで俺、うんうんって聞けてるんやろ。こんなことを。 まあまあまあ。で、でああ、すいません。あの、ちょっと本当に忙しくてみたいなことを言うやん、とりあえず。うんうん、じゃあ分かりましたと。あの、本当に絶対100%いける日を教えてくれと。向こうから。ああ、はい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 。もうそれ絶対もう、こっちがちょ何度か調整して、どんな日だろうと、どんな時間だろうと、もう合わせると。うん。うとにかく来てほしいと。うん。やっぱ大スターやが熱烈ラブコールでね、この人にはもう絶対来てほしい。<laughs> そこで大スターを感じるなよ。<laughs> でも俺はその時、ちょっと怒られていることによって、気が動転してるから。うんえっと、ん。じゃあ、の、えっと、来週の木曜日でみたいなことをざっくり言ったわけ。うん。分かりました。じゃあ、来週の 僕ら何時ですかって言われて、時間も全然カレンダーとかも確認せずに、うん、え、えっと、じゃあ、あの、午前中がいいんで、うん、午前中の10時とかって言ったら、午前中の10時ですか。うん まあいったな、そっかーってなって。うん、ちょっとあの、整備に確認しますって言って、一回折り返しもいいですか一回電話切って、整備にのじ込めるかどうか確認するんでって言って、切ってもらって。うん。ありがとうございますって言って。電話切るやんか。よくスケジュール確認せず逃げたな。うん。で、その後、スケジュール確認したの俺。うん。もう病院入っててね、その時間に思いっきり。ほ <laughs> <laughs> いや、ほんま <laughs> ほんま。ほんま、ほら、ま、ほんま、<laughs> 意味がわからんわ、マジで。 なんで感覚で、予定を感覚で答えてんのやっぱ木曜って別に何もないなっていうので病院入れたんだろうな、きっとな。うん。で、そしたらまた、あの、折り返しの電話かかってきて、うん、電話に出たら、入れま、なんとか整備にお願いして、ギリギリねじ込むことができましたと。うん、その日その時間にもう絶対来てくださいって言われて、うん。はいって答えて、電話切って。えうん。ダブルブッキングしちゃう気、もう俺た、現在。<laughs> 病院とその、ななそう、病院。だって、ど、どっちかしかバックれるどっちかをバックレレレ行為決定してんね。病院やろ、どう考えても。病院やな。バックルは。病院やな。うん、で、その病院も、一回バックれてるから、二回目のバックレの、二回目、二回目なのにな、薬、約取ったのが。<laughs> いや、もう意味わからんな、マジで。そこそこ予定ない人にしては予定ある人やん。うん,う,んうん。忙しくはないけど、うん、まあ予定はある人やんか。うんうん、なんで予定を確認したりせえへんわけいや、あれ俺、じゃあカレンダーとっつけてんってカレンダーに予定を入れて。こうこうこうって。じゃあなんでカレン、前もさ、うんうん、あの、ラジオ撮る日にさ、うんうん、病院入ってるんで、とか直前に言ったりしてきたこと多かったやんか。うんうんうん なんか次の予定を入れるときってなんかカレンダー見て答えた方がいいってなんで分からへんのまだ。そのカレンダー全部お前意味ないというか予定を決めてから入れる場所になってるやん。その書き込み専用になってるわけ。うん,うん。なぜか そう、見てから入れないと。いやでもその。いつになったら学習できんのなんだろ、あの、謎解きゲームとか先生やったことあるあるよ。あるやろ答えが分かってる謎解きゲームなんかないやんかじゃうねじゃあスケジュールは答えじゃないね別に。で、言定てたてんのも謎解きじゃないねのゲーム性求めんな、そこに。やった後に、ご提案いてた時、初めて、ああ、よかったっていう、驚く感動があるやんか。ちょ、それ人と決めることやんか。うんうんうん。そこになんか、お前オリジナルゲームを持ち込むなって。 これお前が例えばどこどこ行こうって歩き出すとするやんか、予定がある場所に。じゃあ。 俺なんか、急に白いところしか踏んだかゲームを始めて、うん。で、白いところがなくなって、そっち行けへんってなった時に。ごめん、そっち行けへんから、回り道してくれって言われたらイラつくやろ。イラつく。まあ、俺はイラつかないで。なんで楽しいゲームや。楽しいゲームやってるんだなと思って。<laughs> じゃあ、お前は普通に歩いてんねんで。うん、俺だけやって。あ、今日そっち行けへんはもう白いところないから、今日ご飯こっちの、お前が好きじゃないかもしれんけど、こっちのご飯行こうとあ全然ー、OK、あいいんや。全然俺だからな。だからかもしれんけど。<laughs> だからな、人に迷惑かけてもいいと思って。<laughs> 自分は迷惑かけられてもいいからってこと <laughs> 絶対今そう言ってるだけでめっちゃ怒ると思う。昔岩切くんの動画で岩切くん待ちぼうけさせるみたいな動画あったよ。あ<ー>めっちゃ怒ってたからな、お前。<laughs> <や>自分がやってることの半分以下の待ち時間しかないのに。でも相当待ったやろ普段人に待たせてる時のとの体感時間が違いすぎておかしになってるけど、お前より短い時間やで、ね。お前がま、いつも人を待たせてるより短い時間を待た、 待っただけでお前はぶち切れてたからな。え、これって車の人が良くないってこと俺が悪いってことお前やねん。お前以外の悪かったことなんてお前の周りに一つもない。<laughs> えー、じゃあ車の人に謝った方がいいってこと違うね。病院や。次謝んのは。そっか。だって車行かなあかんねん、もう。絶対に。<laughs> で、病院の人に謝るんや、次は。<laughs> 車って行かなあかんねや。憂鬱だな。だから、予定立てるときはもう、お前スケジュール見てから予定立てろ。うーん。 決めてから入るかな入るかな入ってないじゃないね。うん。いや、やってんねんで、そうそう、はい、マジで。予定見てんねんで。見て,見てろって今,今。今はな今はいのやつも。いやいや、普通の時は、普通の時は見てるから、大体その。じゃ、病院で次の予約する時もちゃんと見てんのか見てない。え、じゃあいつ見てんねん <laughs> 逆に <laughs>。おい <laughs>、今登場した予定だったら、二つ中二つ見てないやん。いやいや、他に何の予定があんねん。タイミング的にその、見られる時とかも、見られる時見られた時,時あるやんか。いや、見れるやろ、全部。 ちょっと予定確認しますねやん。いや、忙しい時とかあるじゃん。時間が結構切羽詰まってる時はさ、ちょっと予定確認できない時もあるやんか。そんなんないやろ。病院で。いや、病院も。めちゃくちゃ待たされて。病院もめちゃくちゃ混んでる時とか、忙しそうだなと思ったっ。めちゃくちゃ混んでたら、だいたい次の予約までめちゃくちゃ時間あるやんけ。予約するまで、会計の時間まで。次いついつでいいですよねって言われたら、はいって言うやん。 いやもう、ほんまお前すごいよな、その、予定が合うか合わんとかさ、誠実さより何よりも早く返すことが第一優先。<laughs> 入って、どれだけ早く入って言えるかだけに、神経を研ぎ澄ませてるか <laughs> それだけで生きてるかすごいな、お前。いや、そんなことないけどな返事第一やもんな。そうですか。はい。いひどいな下谷もか、ソイソースのラジオだぜ 同じ人いないななのかな俺と同じ考え方を持ってやってる人なんか人とのやり取りを減らしたいできるだけその電話とか早く切りたいとか <laughs> そういう感じなのそうなのかな <laughs> そんなことないと思うけどなじゃあなんでそんなさその予定を見るとかをすっ飛ばしてはい、できるだけ「はいはい行けます」とか「木曜日です」とか早く返しちゃううーん多分多分やけど優しいんやと思うねがはお前ほど人に優しくない人見たことないよ <laughs> 俺 やけど振り回して振り回して平然としてるだからその時間取らせるわけにはいかないとその場でねこれがカレンダーを見てこう調整する時間なんかを取らせるわけにはいかないとなってっじ,ゃあじゃあ僕もうじゃあもうやってよこれ,でこれできますってリリしか答えてしまうやと思うわ。じゃあ僕曜日ですかちょっと待ってくださいって別にお前相手もない時間を <laughs> 必死<に笑>どこが優しいね <laughs> <laughs> な,なんだろうな優しさなんだろうなこれがいや待たせたくないみたいなそう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 <ー>待たせるのは申し訳ないっていう <laughs> のくせ電話出えへんのや。<laughs> おそうやな。むちゃくちゃやん。<laughs> <laughs> いないかな、同じ人。いやー、なかなか厳しい条件やなので、自分本位で生きてるくせに、うんうん、俺は優しくて人に合わせて生きてるって言い出して、うん、優しいって、ロード優しいと勘違いしてるやつやろ。うん、なかなか難しいし、自覚できへんのじゃん、なかなか。<laughs> そっかそっか。自覚したらやっぱおかしいと思って直すもんな、だって普通は。うん。うん、いいのかな、そんなやついや、同じ苦しみを感っ嫌われもんやろな。はははは。嫌われないわけないもん、こんなことしてて。<laughs> いや、そんな、わかんないやん。嫌われ、それで好かれてる。それがまた魅力的でストイカれてるかもしれない。あるかもしれないやんか。こいつと予定合わせるの難しいから面白いわ、みたいな、その難しいゲームみたいなさ。こいつと予定合わせるのめっちゃね、ぴったり合うやつおるやん。そっちもそっち、いいやけどな。<laughs> 難しいゲーム攻略したら嬉,嬉しいやんか、やっぱり。でも若干、うん、動画活動中盤その気持ちは。<laughs> <laughs> こいつこう言ったらああなるからってパズルゲームみたいに先に先回りしてこれ言っとかないとなとか言って考えてからこ、うこ,うこうやで頼むで。おお、ほら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 。でもやっぱりそれでもうまくいかんから、イラついてコントローラー投げんねんけど、手綱を握られたくない人でもあるからな、お前。まあ確かにな。<laughs> より難しいところがあると思う。 手面を握られたくないし、自分でも握らんからな。<laughs> そんな暴れうまいな。アメリカンカーボーイやな。かっこいいな、なんか。そう考えると。アメリカのなんか、いやな。自由やな。うん。でもお前はお前でそれで苦しむんやろ、結局。苦しむね、確かに。怒られたりとかするし、<laughs> 怒られて嫌な気持ちになったりするしな。うわーってなったりするしな。申し訳ないな。くないや全然。申し訳ないな,な、全然。全然かっこよくないやん。暴れポニーやん、じゃ。<laughs> <laughs> 全然誰からも好かれなさそうな生き物じゃない <laughs> 暴れポニーって。ポニーって可愛いです。軽くて素直だから好かれてる生き物なのに。うん。馬力とか別に全然ないくせに暴れだけはする。あのー、最悪やん。子供を乗せることもできないな、そのせいで。で、俺は自由なんだ、って。<laughs> 迷惑があって乗らない、子供が乗らないだけなのに、ね。仕事も任せられない。うん、馬力がないから。で、目も悪いから、あちこち自分でぶつかって。いったたたたたた。ったった <laughs> かわいい。じゃあやっていきますか。はい。お便り紹介します。 はい。シャイニングスコーピオンさんにいただきました。ありがとうございます。かっこいい。あの、あれだ、ミニオン君のあれだ。ああ、そうやな。うん,うん。えー、え島、ー、岡さん、えー、それさん、こんばんは。こんばんは。いつもラジオ楽しみに配置をしております。 ありがとうございます。この辺りは日常の挨拶についてお二人のご意見を伺いたくお便りを送りました。私はつい最近、管理人がいるタイプのマンションに引っ越しました。毎朝、管理人さんがエントランスの掃除などをしてくださっています。うん、出勤などで朝マンションを出る際には、おはようございますと挨拶を交わします。うん。そこまではいいんですが、その後、必ず管理人さんは、行ってらっしゃいと続けてくださいます。私はこれに何て返していいかわからず、毎回、うぅーすという感じで、何でも聞こえるような微妙な返しをしています。普通なら行ってきますと返せばいいんでしょうが、恥ずかしさとそんな間柄かという気持ちがあり、正直言いたくないです。 しメヤかさん、それさんなら何なて返しますかああえ、でも、おはようございます、おはようございます、言ってらっしゃいってことうん。つまり。そういうことやんな。 うん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 。なん俺、マンションの住人とかとよくこのすれ違った時挨拶をするねんけど、うん、結構おじいちゃんおばあちゃんとかだと、なんか,話しか,か話しかけがあるやんか。おはようございますって言った後に、うんうん、あ、どっか行ってきたんですかとか、うん、おはようございますって言った後に、うんうん、あなんかな、どこ行くんですかとか、行ってらっしゃいとかって言ってくるやんか。うん、うんうん。その時の返答の仕方に困るというか、わあ、どうもああ、そうなんですよ。なんか、まあまあまあみたいな。うん。小粋なトークができないね、そこで。俺も。<laughs> お前も、じゃあ今ここにいる全員ができないけど。うん、俺、いつも。 はい。<laughs> はい。笑顔で、はい。だから、行ってらっしゃいって言われても、管理人さんに。はいよ。<laughs> うまくできてない人たちが集まってるだけやった。よとバイスゃきゃじゃん。意識なら、はい,はい。子供いるってさ、子供って話しかけられるじゃん。子供いたら、お子さん何歳だろうとか、いくつなのとか。あ、まあまあ、質問で来たら、その質問に対する答えやんか。うん,うん。だから、それぐらいよ。うん。管理人さんの行ってきますわ。あ、行ってらっしゃいわ。はい。<laughs> 行ってきますじゃないんだ。うん。でも大体さ、おはようございますって12の方にも言ってもさ、うん。えしの方もいるやん。いるいる、いるいる、いるいる。で別に、深い感ないやん。ないね。まあ。だから別に俺それでいいんやとは思ってるけど。なんか逆に言うと、話しかけない方が別に深い感ないというか、話しかけられた方がちょっとなんかめんどくさいなって思っちゃうから、話しかけない方が正解な気がするけど。うん、うん。そりゃそうや。うん、じゃあ行ってきますに配信しないのも別にじゃあ正解ってことやん。うん。ウェイスでいいと思って。ウェイスでいいんだ。いいんじゃん。まあそっか。わかんの。俺、ヘいでいいと思ってたもん。<laughs> じゃあ、はい、いいで正解ですね。シャニングスコピオさん、はい、って言ってください。うん、はい、いいですね。はい、でいいよな。はい、いいです。 とりあえず、現状一番の正解。ダメな三人の正解。違う、違うとこにお便り送れって。<laughs> 誰に送ったらいいのこのお便りおじゃあツ。ツーショットやツーショット。ショットラジオ。<laughs> ツーショットラジオもハイイだろ。タケッチさんの回に送ったら、だいたい。タケッチさんがランガタケチさんがコノスケくんの回に送れば、ちゃんとした答え出てくると思う。あー、ハイイじゃないやつね。うん。とりあえず、ここの正解はハイ,イや。ハイーや。<laughs> 高田のババケーバさんりいただきました。ありがとうございます。 シモヤさんへ、昔の動画を見ていると、韓国の話題が出るたびに、しもやか翻訳してやれよ。シモヤカの母国じゃんとコメントが出てきます。しかし僕の記憶が正しければ、島モヤさんは日本は北海道生まれ、北海道育ちのはずです。しもやかさんの親に韓国出身の人がいたということでしょうか。この他にもしもやかさんは一時期、ユニオンジャックの服を着ていたなど、国籍が日本ではないような描写が多いです。島モヤさん本人に確かめるべくお便りを送った次第です。よろしくお願いします。とのことで。 なかなか懐かしい。懐かしいですね。確かに。最近めっきり言われななっ頃。よりというか。はい。うん。ちょっとね。なかなか懐かしいよな。痩せてる時ですね、特にね。うん,う,んうん。痩せてる時は、ちょっとやっぱり、あの、大陸、韓国、在日的な顔だったんで。あの、差別意識バリバリにある時代よな、なんか。そうだね。昔のネットの時な。昔のネット、今は結こそあんまないけど、なんか昔すごいあったもんな。今じゃ考えられへんな、こんな、不謹慎というか、差別的発想。めちゃくちゃ言われてたもんな。ま、あそれ今の人から見たらなんだろうってなるか。今の人から不思議だなってなるか。そう だって韓国アイドルとかいっぱい出てきてるのがさ。お前在日だろ <laughs> どういうノリやもんな <laughs>。ピント来なさすぎるだろうな。ユニオンジャックの件に関しては、ユニオンジャック、別にイギリス人ユニオンジャック嫌いだろ。日本で言うなんか、日本の国境キレイさんも見たことないだろ。白に真ん中真っ白のやつ。で、でも団体さんはなんか、掲げてる。団体さんはね。皇居の周りぐるぐる回ってる黒い車の団体さんは <laughs>。それはあの、そういう人たちだから、そういうのが許される人たちだから。でもユニオンジャックに関しては、 どういうノリなんこれ何にも懐かしいノリでも何でもないじゃユニオンジ,、ね、ジャックは俺がかっこいいと思ってきてた、俺がかっこいいと思ってきたただけな、ファッションで。流行ってないよな、別に。流行ってない。一切流行ってない、ユニオンジャックに関しては。俺が好きだから、好きな柄で、それを着てたらだけだから。ああ、そうか。いや、なかなか懐かしいお便り、ありがとう。ありがとうございました。懐かしい気持ちになりました。じゃあ、そう考えるとなんか、変わったんだなっていうのを感じますね。インターネット変わってるな、うん、インターネット変わってってるな、地味に。え、続いて、不満んこまんこさんよりいただきました。あ、どうも。最近、スイカゲームが流行ってますね。 布団ちゃんをはじめとした配信者がキャッキャしてるのはいいんですが、急に VTuber もやり始めまして、お絵かきンさんのファンアートが参見されて本当にうんざりしてます。お二人になんとかしていただきたいです。助けてくださいっていうメールなんですけど、えー、この内容については俺全然わからんくて、はい、昔さ、ネットで流行ったものをさ、 テレビに持ち込まれたらいつの話してんだよとか、ネットのテレビに持ってくんな、行くなよみたいな。はあ、ネットから撮んなよみたいなネット民たちがいたやん。ああ、いましたね。それが今は VTuber なんやなというか、VTuber に持って行かれたみたいな。おー、持って行かれたのか、なんか。なんて言うんだろうな。テレビはわかるけど、VTuber っていまいちわからん。VTuber ってなんか同じくくりやん。ネットのものみたいな。でもちょっと、 違うみたい。この人にとっては、そういうことだああ、なるほどね。そもそも VTuber って流行りのに食いつくし人たちの集まりだろ。俺、わからんねんけど、そもそもこの人の考え方が。うん、自分の好きなものとか、好きな界隈で流行ってるものが、他のとこで流行ったら嫌なもんなん寂しさみたいなのがあるんじゃないの なんだろうみんなさ、話題に困ってるからさ、うん、流行りのってきて、何かやったりするやん。うん、なん、であれ、うん、テレビであれ、もう、配信者であれ、VTuber であれ。そこでやってる人たちに対して流行ってるものをやってるっていうのが、よくわからんというか。うん、<で>まあ、なんだろうで、自分の見つけたものでもないやん、別に。まあ、それは当然、当然そう。自分の好きなとこで流行ってたものを他のとこで流行ったら嫌っていう感情が全くわからない。 なんかさ、自分でさ、ゴジラのフィギュアで遊んでるとするやんか。うん,うん。それ楽しいと、満足してると。うん、で、それをなんかちょっと貸してよって言われて、友達に貸すするじゃんか。うん,う,んうん。そしたらその友達がさ、そのゴジラのおもちゃで自分では想像もつかなかったような、考えられなかったような独創的な遊び方を始めるとするやん。うん。悔しいやん、なんか。それはなうわ,うわ、でなんか、寂しさもあるやん。取り上げられ、なうわ、なんでこんなことになったんだろう、みたいな。でもこれは、伊藤くんが、うん。ゴジラで遊んでますと。うん。で、それ見て、うわ、その遊び方楽しそうやなーって見てたと。うん。じゃあと 隣町でなんか中学生そういうこと。だからもう自分のも。悔しいとそれ。悔しいやろ。確かに悔しいな。じゃあ僕のヒーローがそんなに強くないんだみたいな。あうそうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。だからちょっとなんか。惨めな気持ちになるか。惨めな気持ちになるやろ。人気者にやられるときついやろ。ああ、なんとなくわかるわ。わかってきた。 なるほどね。でわかんない。俺が今これ言ってるだけでおも、えー、不満小漫子さんはもう全然そんなことじゃない。違う、そうじゃなくてってなってるかもしれない。単純にみたいな。俺は、俺は完全にそのパターンだけどな。人気者に取り上げられた気がするっていう。自分たちのものだったのが人気者に取り上げられた気がするなっていう嫌な気持ちやけどな。ちなみにスイカゲームはおもろいで。うん、知らん。まずスイカゲームが知らんし、ふとんちゃんも知らんし、VTuber も知らん。全部知らないやんここに出てくる単語、こ, <laughs> ここに出てくる単語何一つ知らん。ピックアップすんなよ。えー、続いて、古流武術家チンポマンさんにいただきました。<laughs> ちょっと待ってくれよ。不満まんこだの。 <laughs> これを武術化チンポーマンだろ。<laughs> もうちょっとあるやろ、ラジオネームよ <laughs>。何を、何を考えてこれにしようと思ったん <laughs> マジで <laughs>、えー。お二人ともこんばんは。こんばんは。気にしても仕方がないというか、自然の説理ながら気性いなと思ったことがあり、お便りします。はあ、8月末から、呪術回戦のアニメが新編に突入し、オープニングは新しくなりました。はい、オープニング曲はキングヌーが担当。はい、一般公開の2週間ほど前にリーダーの常田さん。常田さん、はい、は、 えー、自身の配信で冒頭数秒こっそり公開。<お>ファンはもちろん呪術改戦のファンもそのクオリティに大歓喜。おおお問題はこれからです。公開された冒頭数秒をリピートして数分の長さにしたものを投稿する人らがワキワキ。はあ、気にしすぎと思いますが、なんだかなと思いました。人のふんどしではないですが、 他人が作った曲をどれだけすごいか、こんな曲だと思うと話題にするのではなく、ただただ再生数稼ぎのために利用している、インターネットのいつもの流れきしょいと感じるのは僕だけでしょうか。うーん、なるほど、なるほど。そんなのがあったんですね。うーん。なんかそれも、うーんと思うけど、やっぱり根本は風情がないよな。風情<勢>ここだけこっそりちょっと。あーあーは,はいはいはい。あーはい残してさ。わかるわかるわかる。それはすごい感じますね。うん それなくなったよな。うーん。なんかここだけでちょっと内緒にして楽しもうぜみたいなやつなくなったよな。無理、まあ無理な時代なんだろうなと思いつつ。コリコリ君にニマンさにいただきました。お前さ、はい、ラジオネームどんな選んでんねんと。不満こまんこだと、チンポマンだの。<laughs> お前もひどいやつ選んでるやん。<laughs> コリコリ君にニマ どうやって金場へ考えてるのお便り送ってる人たちでみんな。なんで自分の名前をコリコリクニマンとかにしようと思ったマジ、不満ンコマとか、コリアブジェツカチンポンマンとか。小学生小中の人たちなの。確かに、シャイニングスコーピオンとかも、小学生やもんね。小学生男子しかお便り送ってきない可能性あるってマジで。いつも愉快なラジオありがとうございます。 私は独身なんですが、強気な妊婦さんのことがよくわかりません。先日電車移動していたところ、お腹の大きな妊婦さんが一人、優先席にいるジジイと口論していました。妊婦さんは、あ、妊婦さんの言い分としては、私に席を譲れ。ジジイは、知るか別者に譲れ。というようなもののようでした。私はふと前回のラジオの、ジジイババアの警備員って意味なくないと思い出し、そういえば妊婦さんって、思いっきりお腹を殴られたら、胎児も取られは済まないよなと思いました。そこで疑問です。 なぜ胎児というある種分かりやすい弱点を抱えているのに、こうも、えー、強気に出る妊婦さんがいるのかが気になりました。よく、ぶつかりおじさんやベビーカーに当たるジジイが話題ですが、それ対策なのでしょうかとはいえ、手を出されたら、お腹の壊さらりは済まないし、あまり良い,い策ではないような気がします。それとも胎児って結構強いんでしょうかとのこと。おと、うーん。ま、あでもホルモンバランスが崩れてイライラしちゃうとか、ストレスはすごいなんかお腹にすごい荷物があるわけや、荷物というか、重みがあるわけやから。だからまあ、イライラしたり強気に出るのはまあな、 あと、子供を守るために強くいかなきゃとか。でもさ、めちゃでもめっちゃ弱点やん。守るためにやん。いや、でも弱点やん。その弱点がある前提でやろもう言ったら、うん。まあまあまあ。ある前提でどうするかって言ったら強く出るか、おどおどするかやったら強く出る方が生物的には合ってんじゃないのああ、リスクが増えるんじゃないのそのなんか敵が増えるちゃうやん。強気に聞くと。あと、この時代、なんかなかなか妊娠したとも言えないわけよ。妬みの対象になるから。あ、はあ、なるほど。 だから浮かれてられへんから余計にまたね、イライラが募るんじゃないかな。おなるほどなるほど。あ、俺だからこれで思ったんだけどさ。 妊婦さんの警備員っていないなと思って。そりゃそうやろ。なんでなん？いや、なんでそんなんせなあかんのだってなんか、うん、強盗が来ましたって言って、うん、真っ先に逃げなあかんやん。子供のために。<laughs> その人が、妊婦さんが。いや、でも強盗、強盗の両親に訴えかけられるやん。妊婦さんだから、手荒なことしちゃいけないみたいな。まずいみたいな。強盗するやつがそんなこと考えるかねで、妊婦さんだから、大事に、その、抵抗もしないやん。暴れ、押さえつけられても暴れたら、お腹の赤ちゃんに影響があるかもしれないっつって。<laughs> いや、あるかもしれんから、妊婦さんもその仕事に誰が着きたいの、ね、よ、ほんで。募集したとこで。おかしくね妊婦の AVG をやるのに。それ、あれもおかしいね <laughs> そう考えたらあれもおかしいな。おかしいやろ。も<う>でもあれお金がすごいもらえるやん。いや、警備もじゃあすげえお金がもらえる可能性があるやん。でも誰が頼むそんな人に。頼むわ、普通はね。うん。 でも俺多分、旦那さんが許さんと思うで。ああ、それやりたいってい,いやいやいやと。他の会社守ってる場合ちゃうよ。まず自分の子供を大事優先に守ってもらわないと。じゃあ妊婦の AVJ は旦那さん許したんや。許してるわけないやろ。え<っ>あれ本物なんほんで。妊婦って <laughs> あんま分かってないねんけど、見たことないねんけど、本物を、本物というか、実物を。本物じゃないって、どうやって妊婦を演出できるわけ分からんけど、そういう、なんかボディースーツじゃないけど。いや、だって全裸になるんだぜ。いや、俺見たことないねん。よく見れたな、お前その。俺がまるで見たことあるみたいなことやめてくれよ。<laughs> いや、悪る分やんか、今の。チラッとな。チラッと。チラッと。本物っぽかった。本物っぽかった。乳首めっちゃ黒かったけど。ああ、じゃあ妊婦さんか。うーん。 え、じゃあまあまあお金のためにというか。だって、旦那さんがいないパターンもある。あるね。旦那さんが誰かわからんとか。ある,あるあるある。そんなパターンもあるね。んで、お金を稼ぐために子供のためにっていうので。あるね。やってるかもしれんし。好きでやってるかもしれんしな。その本人。あそうね。自由だからな。<念>うん。記念。記念。まあ一緒に一度みたいなことはあるしな。うん。え、じゃあ警備員も好きだったら、好きでやってる可能性もあるけど。まあじゃああるんじゃない。じゃああるんじゃない <laughs> なやねん俺警備員を雇う人じゃないから、その、ここに答えはないですよ、別に <laughs> 俺が結論を出せることはないで、<laughs> なんかしつこく言ってきてるけど。そろそろみんなのラジオネームそろそろみんな考えてもらおう、ちゃんと、マジで。しっかりかっこいいのかっこいいの。いいのでもさ、トップランナーがさ、一番お便り送ってくれるやつがうんこつむきやで。<laughs> もう無理やって。<laughs> てかさ、人様のさ、ハンドルネームに文句言えるハンドルネームしてるか俺らか。いや、俺は言えるやろ、別に俺下ネタじゃないじゃん。ええ下ネタの下に爽やかのやかやろもともとはなそもそも由来,な由来はな。おうん。そんな奴がよく説教できたな。 お前なんて醤油醤油って言ってるだけやな。お前爆笑されたらしいやん、お前のハンドルネーム。あの、ネットミームの時のやつに。の、ネットミーム総選挙で。挙でお前の、っ笑っていただいたらしいやんか。爆笑ってほどじゃないけど。笑っていただいてた。まあ、わははと<ー>笑っていただいてた、ね、お前だけなんか普通の名前みたいになってた。じゃあ、俺のハンドルネームはおかしくないんやん、やっぱり。<laughs> あ,あ、そっか。おじゃあ、俺は言う権利がある。コリコリクンニマンはおかしい。そうやな。うん、交換したら。はコリコリクンニマンとしもやカを。え <laughs> この人は来週からしもやかでお便り送ってもらって、お前はこれからコリコリクニマンを名乗る<え>。お、意味がわかんないんだけど、なんで俺コリコリクニマン名乗らなあかんの <laughs> そうしたら、しもやかが一人、普通の名前が一人増えるやん。うん。うん。みんなだって名前つけるときにどうしようって困ってるわけやん。だからきっかけがないとさ。いや、だとしても、じゃあ俺のしもやか二世とかにしてもらって、コリコリ君今俺が襲名する必要はないやんか。交換する必要はないやん。ああそう。え、なんでピンと来てないのこいつ。<laughs> 怖いねんけど、そうだよ。そうは言ってもな。そうは言っても。急にこの名前にしろって言われても、嫌かもしれんや。まあ。 交換ぐらいお前がリスクを背負うじゃないけどさ。コリコリクニマを気に入って使ってるってことこの人は。それはわからんね。わしは。けど、帰ろって言われてな、お前が交換するぐらいのその決意がないとさ、気軽に言ってくれんなよ、みたいな。面白いこと言うな、お前。なんでピンと来てないピンと来ないだろ。<laughs> <laughs> どう考えてもまあ3秒で考えたの前になんで俺がその、顔交換しちゃるわいってなんなあかんねん。絶対交換するかい。じゃあじゃあ皆さんちょっと考えていただいて、ね。ええ いい名前をね。かっ,いいねかっこいい名前をね。かっこいい名前ね。シャイニングスコーピオンあたりがおすすめですね、うん。そうね。こういう、これぐらいのかっこいい名前。ちょっとさすがに今週多かったわ。コリコリクニマン、えー、ふまんこまんこ、コリオ武術家、チンポマン。う,ん、うん。それではお便りを採用してる俺は漏れだけど。ラジオだせ。続いてテーマメールです。はい。ええー、今週のテーマは、最後に人を殴った思い出で。はい。です。 最近でも。え、テーマメールってその話でも。テーマメールってそうですよね。最後に人を殴った話ですよね。うん。全然関係ないというか、なんか、あの、街中で見かけたワンピースみたいな、ワンピースの登場人物みたいな人もテーマメールが来てるんだけど。なんやそれ。そんな話したしたっけそんなやつオルカーで流してちゃんとテーマメール決めたはずやけど、そんなとこでもう急いで送っちゃったから。<laughs> あ、その部分で、これでいいなと思って。とりあえず聞こか。リンゴ作用に叩きました。はい、ありがとうございます。私がワンピースの登場人物みたいな人と思ったのは、携帯ショップで働いてた時のお客さんです。 当時私は入店したお客さんの案件を聞く担当していました。そこに30代後半あたりの男性が入ってきて、早々に、店長はいるかと聞いてきました。面倒なことになりそうなので、店長は対応中ですので、ご希望になると2時間以上待ちます。と適当に答えました。すると男性は、 人の時間は有限なんだと絶叫して退店していきました。その男性はヨレヨレのパーマで全身黒色で胸の両端にドクロの入れ墨が入っていました。あ、ドクロの刺繍が入っていました。なのでそれ以降は黒ひげと腰、えー、をつけてそいつが来るたびに黒ひげが来たら相手にしないでとインカムで指示するようになりました。<ー>ワンピースの登場人物みたいな人が見かけたっていうやつや。いるな、意外と。黒ひげみたいなやつで出会った人いたんやな <laughs> 意外といるんやな。 いるんやなんその夢は終わらない的な言い方で人の時間は有限なんだってやっぱかっこいい。ちょっとなんか、あの、かっこいいセリフだもんね、やっぱり。で、そのまま居座るわけじゃなく、帰って出ていったよや、ね、別に <laughs>。そうやな。なんか黒ひげっぽいななんか黒ひげっぽいないるんだなちゃんと募子じゃよかったないるこんなにいるなら。こんなにって一人なん <laughs> いないと思ってたん俺らは。<laughs> いつとこさんよりいただきました。どうも。最後に人を殴った思い出は22年前。 小学5年生の時です。いじめられっ子の私はポケモンバトルのようにまた別のいじめられっ子とバトルさせられていました。<laughs> 結果は一発 KO。 手数でポカポカ殴る中、溝落ちに一撃をもらい動けなくなっていました。以来、俺ってめちゃくちゃ弱いんだ、と気づかされ、とにかく危険なことを避ける人生になりました。20年経った今も、あの体験を鮮明に思い出せますし、浮かれて調子に乗るといったこともなくなったので、いい経験だったと思うようにしています。よくそんなこといい経験に立ち、<と>プラス思考やなすごいなつ辛かったやろ。てか、いい経験だったって思うしか、その、<あ>自分の心があ。あ、そっか。 そういうことあるやろ、お前やって。そかそか。全然いい経験じゃないと思ってても、経験だったから、と。勉強大だと思ってっ。<laughs> と思ってるパターンや。<laughs> いや、辛かっただろうなポケモンバトルって、やっぱ、人のなんか、本能的な部分なんだろうね。ポケモンバトルって、そういう風にやらせられるじゃん。絶対いじめられっこって。うんうん。まあ、古くからあったからな殺すせ、運動。あ、そうね。戦わせるっていう自分は安全権から。うん、だからポケモンも流行ったわけや。どっちがモンスターやって話よな。あれ俺上手いこと言ったつもり <laughs>。俺上手いこと言ったつもりやってんけど、<laughs> シーンってなったで。 決まったと思ってるけど全然効果。全然効果抜群じゃなかったな。今一つだったな。あれ。<laughs> 今、あれ。今俺決まったと思ったんやけど。<laughs> やりたいんだけど、それでも俺もポケモンバトル。ブレイキングダウンってあるやんか。うん、あれのさ、いじめられっ子版でさ、む昔いじめられてた奴ら集めてブレイキングダウンやるみたいな。ちょっと育てて。育てて、そう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 。ちょっとあの、トレーニングしてもらって。別に殴り合いじゃなくてもいいけど。誰が死亡するのそれに。<laughs> ちょっと変わりたいと思ってる人か。そう、そう。 トラウマを払拭したいとか、強い自分になりたいとか。あまあ。大義名分もあるし。うん、できそうやんな。うん、でもそれ見たいかな。弱い人同士の対決。 ブレイキンコンデターは強い喧嘩自慢の悪者とかがオラオラ言いながら集まってるあの部分が面白いわけやんか。言ったら戦いの前の。前振りというか。あそこの部分で、いじめられっ子たちはもじもじしながらこんなことされてましたみたいな。僕はこんなことされてつらかったのでみたいな。だからそれ誰が見たいねっていう。なんかいじめっ子たちは多分罪悪感とか持っちゃうやろうし、その、正義の心持ってる普通の人たちはなんか嫌悪感がすごいと思うね。なんでこんなひどいことされたんだとか、関係ないとこに怒り出すと思うね。うんうんうん。 すごいリスキーやと思うで。で、なんか変わりたいんだってやってきても、本当に変わりたいのかやらされてるだけで変わりそうじゃないかっていう目になっちゃうし、<laughs> 誰も特選気がすんなでもその24時間テレビ的な感動があるっていうか、<で>まあその、立ち上がって頑張るわけやんか、言ったら。挫折を得てね、うん、辛かった経験とかを乗り越えて、前の VTR とかも、うん、そのいじめられ、どんないじめをされてたとかで、辛かった思い出をこう語ってもらった後に、そんな男が立ち上がりますと。だって対戦相手もいらない子なんだよな。<laughs> じゃあね、負けた方、悲惨になるんてああ、いいと思う。でも負けた後に、うん、でもやってよかったです、そのコメントありゃ感動するか。そう,そうそうそう。そうこんな結果、結果、ま、負けちゃいましたけど、自分に勇気が持てましたとか、自信が持てましたとか。うん。一歩踏み出す大切さを、みたいなことを。そうそういじめられこ、いじめっこ喋ってくれりゃいいか。あ、ブレーキングダウンに出てくるようなやつを叩せるからじゃん。ブレーキングダウンに出てくるようなやつを叩かせるかん。負け <laughs> なんでなんハンディもらったらいいやん。負けたら負けたで悪役になりすぎちゃうし、いじめっ子側が。うん、いじめっ子の方が負けたらダサすぎるし。うん、ハイリスク、ノーリターンだもん。<laughs> え、難しいないじめられっ子のやる。ブレイキングダウン。そうやね。だからなかなか難しい気がすんな。俺らだけやでみたいの、ほんまん。俺全然出てもいいよ、それに。もうちょい若い方がいいのよな、ほんでビルなははははは。<laughs> 30オーバーとかじ払拭してるやろみたいな。あ<ー><ー>そうか。20代、20前半とかの方がまだちょっと引きずってる感があっていいのか。リベンジ感があるやん。ある。30でリベンジって言ってももうな、うんうん、お前は別として、その社会にもう溶け込んでて、っていう人たちはもうね。いつの話してんのになっちゃうか、うん。だから絶賛いじめられてるとか、最近までいじめられてたとかぐらいじゃないと。そっか。うん、でもその人たちの戦いってなんか見てられなくないかだから言ってそれはずっと言ってるやん。<laughs> その人たちが鍛えるんやろ一応だから。鍛えるけどさ。うん。鍛えるけど見てられないのは見てられないのでは見てられないバトルを見たい人たちって、あんまりいないと思うねんな。でもこのチャンネルを見てる人は結構いるのではいると思う。それはいると思う。じゃあこのチャンネルではできるやん。ああ。でも鍛えるいじめっ子がいないブレイキングダウン登場人物がいない鍛えるのは別にいじめられ、いじめっ子じゃなくてもいい。普通の人でもいいやん。これトレーニング、トレーナーとかさ。でもいじめっ子が鍛えた方がおもろくないそのブレイキングダウンみたいなさ、やからが鍛えた方が面白ない。<laughs> 面白いけど <laughs>。 普通にトレーナーが鍛えたって何も面白くないって。<laughs> ブレイキングダメーキを食べ出る気を用意できんだ。やろ<ー>だって普通のトレーナーがいじめく鍛えていじめられっ子同士のバトルうん普通のボクシングジム入りたての中学生の試合やん、それ、ただの。言ったら。<laughs> 何ももんないって。<laughs> これに協力してくれる輩が見つかったらってことでいい。やから俺、輩だけど協力しますよ、みたいなでも。まずお前がその人と距離が来たがる。<laughs> いや、頑張って、俺はその人とちゃんと距離縮めるから。ああ、じゃあ、ブレイキングダウン出てる人がもし聞いてて。ブレイキングダウン出てなくても、やからだ、やからの人。すっげえ、バチバチの人が。いっすよ、みたいな。最低条件入れずに入れずに。で、昔、悪、悪かった。悪かった。元暴走族、最高やな。まあ、めちゃくちゃいいやん。聞いてるわけないけどな、こんなラジオ。<laughs> こんなジメジメラジオ。<laughs> ラジオだせ。来週のテーマどうしましょう 見ますあれ。あれ、あれ募集する募集しますでも、見てくれるのかな見てくれって言ってみんなは。未来の未来を結構みんな見てくれたじゃん。<laughs> 見てくれてたな <laughs>。頑張って。でも、ネットフリックスやねんな。あー、アマプラじゃないのがちょっとあれだ。みんな、だいたいアマプラでしょ。そっかー。未来の未来ってアマプラやったっけ <laughs>、うん、アマプラか。アマプラ、アマプラ。そこがちょっと懸念点ではあるのよな。知らんしっていう。 じゃ、ワンピースの登場人物みたいな人を街中で見かけた話の方がいいか。の方が、もしかしたら集まるかもしれない。どっちかにするか。どっちかにするか。で、もし、見てないけど、福田組の今まで何個か見てきて、すごい嫌いな人は、こんなシーンありましたかって送ってくれる。あー、予想でね。福田組お得意のこのシーンはありましたかみたいな。そう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 。そういうのも送っていただいても大丈夫です。確かの変顔とかあるかなじゃ、その予想も募集しましょう。うん、じゃ、3つやな。テーマは。<laughs> ワンピースはええやろ、もうじゃん。<laughs> ほんまや <laughs>。 ワン,ワンピース、はなしで、じゃあ。ワンピースの人は、あの、普通のお便りに送ってください。そうですね。<え>ワンピースの登場人物みたいな人を見つけましたって。これはもう来週だけじゃなくて。うん。いつでも募集しよう。キャプテンクローみたいなあの、メガネの直し方する人見かけましたとか、いいよね。うん。元海賊でしつじ見かけましたとか。<laughs> いや、いいやんな。泥だらけのおにぎりをこう、うん、拾ってバリバリ食ってる人見かけましたかな。ああ、いいや、うん、いいやん。お安いご用でキャプテンって言ってる人見かけます。うん、<私>おお、いいやん、いいやん。泣きながらチャーハン食ってる人とかな。いいね。青と白のストライプしたヘアバンドみたいなのかけてる人とかな。<laughs> 帽子に風車つけて歩いてる人とかな。<laughs> いいね。なんか、右足が棒の人とか。<laughs> あいいね。手に、手が斧になってる人とかな。<laughs> 俺か そういう人見かけたらぜひね、皆さん。あの、ぜひぜひ。ぜひということで、来週のテーマ、じゃあ、えっ、ー、と、えー、福田組の新作映画。の感想、はい、もしくは予想。でお願いします、はい。皆さんも一緒に見ましょうこのラジオは皆様からのお便りを募集しております。メールフォームは動画の下にある動画概要欄に載ってるので、ぜひ送ってください。 はいということで今週のラジオ風はそろそろ皆さん終わりなんですよ知ってましたか終わりですね、もう。あっという間ですね、楽しい時間って。また映画の話怒られるのかな怒られるやろうな、<れ>当然。また映画の話しちゃってさってなるだろうな。やってしまったな。なんでするかな、映画の話。あのそんなわかんのかなってか。あー、でもちょっと気持ちわかるな。俺、あの、なんか、買い物紹介みたいな動画あったよ。はい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 。 あれで M3 の宣伝普通にしだしたらカセットを買って買いますとか知らんがなって思ったあ、やっぱそれじゃないじゃん知らんがなかここでやんなよここでやんなよ知らんがなかそうやおっしゃる通りですわでもなもう喋っちゃったから今週は来週から気をつけるな頼むぞ僕は今週反省点ないですねあそうですええいや反省しろよちょっと元気がなかったお前こそちょっと元気がなかったぐらい違う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 スケジュールを立てるときはスケジュールを見てから立てるとかああそっちか お前、明後日暇うん、暇暇違、ね。違うねん、違うねん。スケジュールを見んねん。<laughs> こういう時や。<laughs> あー、ちょっと、ここでちょっと待ってねっていうのか。あー、ちょっと待って予定を確認するからって言えばよかったのか。そう。今でも頭の中で予定を確認しただよ<え>暇だったよな、みたいな。で、よく考えたら明後日予定入ってるわ。ま、車を洗車に行くんやったわ。でも気づけた。気づけたじゃないねん。そういうこと言ってるんじゃないねんな。マジでお前ずれてんねんな。反省するところ。気づけた、でも。殺してやりたいわ、ほんまに。<laughs> いいいやそそうそうアップデートした方が俺の手でやりたい。アップデートした方がいいで,いいいでお前なんか殺すとか言ってるから、まあま言わんがいで。うん、犯罪予告やんか普通に。希望やん。希望ではないよ。予告なんかしてないやん。希望やんか。うん、ご飯食べたいと一緒やん。お前が残してるご飯食べたいあげたいなとこ一緒やん。優しさやん。あ、じゃあお前が俺の予定を俺がお前になんか予定が確認するときお前に電話して。毎回毎回,毎回。そうそう俺、来週の目標空いてる <laughs> みたいな。お前絶対せんやろ、ほんで。だってスケジュール見るより面倒くさいやん。面倒 <laughs> くさい <laughs> お前。 ウォッチみたいなの持ってるやんか。うん、スマートウォッチみたいな。うん、連結させてうまいことやれるやろ、さ。わ <laughs> からんけど、ヘイシリみたいな感じで。<laughs> オッケーグーグル木曜の予定はとか。できるってマジ絶対できるって。いや、お前そんなハイテクだけどないよ。ある、絶対ある。ないお前なんか、ハイテクなさ、ハード面めっちゃ好きやんか。うん、新アイテムとか。うん、ソフト面点でダメやな。 <そ>いっぱいい,い機能あんのに全然使いこなせてないお前めちゃめちゃなんか高く見積もってるけどサマートウォッチって時間見るのがメインやでできんねんって <laughs> 絶対できるね時計しか機能ないのによく買ったなっ <laughs> 意味わからんわほんまにソフト面興味ないやな何ができるとかそれで何ができるとかただただデザイン おもちゃが欲しいと一緒や。スマートウォッチのこと高く見積もるやんわ、ずいぶんと。お前、安く見積もりすぎやねんって。信じたれよ、お前もっと。スマートウォッチのことああ。ー <laughs> <ー>いや、じゃあじゃあじゃ液晶で出るだけちゃうぞ、時計が。じゃあわかった。反省を生かしてスマートウォッチにするわ。スマートウォッチにするじゃん、スマートウォッチをやるわ。使いこなす使いこなす。なすお前、昔パソコンでデスクトップいじったりさ、なんか、ウィンアンプみたいなの。 いじってなかったお前だけだ、それだったらお前ないや、流行ってたやんかあ、流行ってたよウィンドシェルみたいなとかうん、あった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 お前全然やんな、そこっちはあんまりやんなかったなあ、オペラ使ってたもんな、お前なんかバカにしてるけど、オペラはオペラ軽くてすごいいいやつやからじゃあ終わろうぜえ以上、それそニシオユトしむやかでしたさよならー